こんな飾りを折り鶴を折るサイズの紙で作ってみます。使うのはこのシュレッダーバサミです。半分に折ったら5mm ほど残して切り込みを入れていきます。これを開いて角に糊をつけて斜めにこう貼り合わせれば、もうこれで飾りの出来上がりです。ハサミで切るより断然早くて綺麗にできるので、たくさん作ってこれをつなげていきましょう。内側に糊をつけて、この白い方同士をつなぎ合わせます。これを笹飾りなどに飾りましょう。